肘なしルール。本日のセミファイナル第10試合、MMA 肘なしルール100キログラム契約5分2ラウンドを行います。アランボコナ、マカショレアスファイター、チームサムライ、中島裕太郎。中島裕太郎、ヒート MMA ヘビー級王者、アラン・ボルトン。アラン・ボルトン選手には文化賞金株式会社立川正人さんに激励賞が届いております。ランページ・ジャクソンに確かに似てるね。さあこちらのヘビー級の試合も中西さん期待したいです。いやだいぶ期待ですよこれ。この試合はすごいですよ。トレーザーのヒゲは剃り落とさないんですかね。いやヒゲじゃないです。大丈夫、大丈夫ですか。ヒゲ落とすと中西の気持ちいい。宮田に持っていきたい。さあフランス人ファイターのアラン・ボド、はい、そして将来は新日本プロレスに立ちたいという中島裕太の試合です。アランドローが上になった。これはちょっと上になられたらちょっと困りますね。なんか年末みたいな。困ります。これは上にヘビー級、そうです、ヘビー級の試合ですからね。やっぱり迫力がありますよ。あ、これ嫌ですね。これこのパンチ嫌ですね。上になってるのがアランドローです、この右パンチ嫌ですよ。春田さんは次ですね。はい、次の大取りです、はい、ファイナルです。やばいやばいやばい。中島怒った、中島怒ったんじゃない。気持ちが強いです。強いね、前に出ますね。前に出ますね。中西さん、目の前にアランボードを打ったらどうですか。俺は逃げますね、走って、走っても追いつかれますよ。追いつかれる。左のハイキック、アランボード。あ、前に出るのはな、前に出るの中島選手ですね。中島優斗の間もいいぞ。あ、いいよ、いいっすよ。タッグに行け。中島、ここから倒したいんですけどね、今だとちょっとアランボードの体勢ですね。はい、なかなか取れないです。あ、これは、あ、逆に上に乗られましたね。体格ではアランボドなんですけど、ただ寝技のテクニックは中島もあると思うんで。いや、まだまだ分かりませんね、これね。そうです、アランボド疲れるのちょっと待ちたいですね。あ、これ嫌だな、あのパンチ嫌だ。あのパンチ嫌ですね。そうです。あれ嫌だな。だから、このね、ここは中島選手気持ちを折れてないところがすごい。総合ルールです。でもアランボドン選手もこのタックル絶対嫌だと思う。あ、そうですね。いつこくやればいいと思うんです、ボビーオルゴンじゃないですボビーオルゴンって、なんか言うんだよ。髭生えてねえんだよボビーオルゴン。もう引退してます。はい、引退してます。あ、これ中島選手動きたい。このままじゃ試合止められちゃうんだよ。左に回ろう。さあどうだ中島選手はこの体勢から抜けたいところ。パンツピチピチ関係ねえんだよ。アランボードの凍結の手筋、この後頭部の鉄拳制裁ですよこれね。アラン見てると元彼を思い出す、似てる人おったんだよどんな彼と付き合ってたんだよちょっと笑ってもたわ。そうそう、格が違う。いや、まだでもね、中島選手のこのタックルは、しつこく行きたいんですよね。あれ、あんま後頭部打つのありなんです。いや、後頭部はダメです。ダメでしょ、はい。背中めちゃこのね、ボディの攻撃も嫌ですよ。音が半端ないですね。中島選手立ちたいですね、体勢がちょっと悪すぎるんで。体勢をね、整えたいですね。あ、これはちょっとこれ以上は。あ、いい、あ、痛い痛い。あら、アランボドがまた寝かす。しかしまた、がっちりね、挟んでますね腕でね、ガードポジション、そうですね、ガードポジション持っていきたいんですけど、これはね、中島選手立ちたいですね。そう、ミーさん、そう、痛いっすね、これはね。いや、痛いのは誰が見ても分かんない。誰が見ても分かんない。解説でそれ言わないし、痛いって言わない。中西頑張れ。ありがとう、フリースレムありがとう。これはちょっと、これはね、でもね、中島選手まだ気持ち折れてないですから。折れてないですよ、これすごくいいです。体力もまだね、全然あり余ってますよ。いいです、はい。中島選手は絶対立ちたい、ただアランボドン選手ね、体の力がすごいんだと思う。体重一緒でも、はい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 。おお、あ、立てた、立てた。中島選手はこれ折れたらダメです。気持ち折れてないですよ。全然前に行きますもんね、中島選手ヘビー級なので迫力あります。そうです、このタックルいいですよ、このタックルいい。いいですよ、そこでね、三つ国行きたい。これ危ない。大丈夫、残り時間1分、1分、中島動く、1分頑張れ。このままじゃ止められちゃう。危ない危ない危ない。
ない危ない。これ危ないよ。危ない。これ危ない。止めない。赤危ない。勝者アランパドール。フリーストップです。長いこの試合は1ラウンド4分16秒。メリートップに向けて上がりまして、勝者アランパドール。アランボード強すぎましたね。アランボードじゃないですからね。アランボード選手に勝利いたしました。強すぎた。勝ちましたアランボード選手には勝利者賞の盾とリトルショップ水道橋店様よりホエープロテインが贈られます。喧嘩を制したのはね、アランさんでしたね。アラン選手すごかった。強いわ。音が半端なく聞こえるからね。ぜひね、バッグ祭り次回大会、次回大会はアランボードバッグ中西マンみたいで、なんで俺ボコボコ瞬殺やわ。中西マン俺指一本でやられるわ。俺多分ね、あの金属バット持っても負けるよ。すごい人に年がいます。すごい人がいっぱい出てきますね。アランボード強いっすね。強い、強かった。中西マンにも出てましたから。さあ、この後は大注目第11試合、はい、キックレール60キロ契約、はい、原田よしき VS ゆうやです。いよいよファイナルでございます。メインイベントメインイベントファイナルでございますよ、皆さん。いや、確かにでもね、中島選手ね、気持ちも強かった、はい、すごかったね。最後まで諦めなかった、もうかっこいいですね。アランボード鏡ですよ。また強いですけどね、男の鏡。来るぞ、雑草。原田芳樹選手、皆さん登場しますからね。はい、いよいよです。アランボード、ガンディ島で見たい、いいもの見た。そうです、いよいよメインイベントです、はい、原田芳樹 VS 優也ありますね。さ あここでアランボド選手マイク持ちます。はいはいはい、はい、さあ何を語ってくれるか。皆さんこんばんは。日本語流暢ですね。流暢ですね、日本語ね。日本語喋れるっていう、今日は試合 すげえ難しい。すげえ難しい。あー、オペラントは Thank youcome back more strong and go go for your dream. My dream. Pro wrestler. It's important. 中島優斗選手に。皆さん、ありがとうございました。確かに、ランページより日本語上手。アランボード選手に毎度盛大な拍手をお願いします。ランページジャクソンはでもやるーって言ってましたね。岡田さんにね。日本語うまい。いや、素晴らしかったですね。本当強かった。日本語で滑らかですね。ラス負けられない。さあ続いていよいよ。